はい、ありますよ。今日は負けたら負け上がりという。はい、グッチ対ピロシからいきます。お、負けたら進めます。でもこれ一番負け上がった人が最弱ですからね、気をつけてくださいね。はい、かぶせて OK。 グッズさんはホークを使いたいけど、ホークを使いたい、ホークで行く、マジか。負けた方が長く楽しめるという、そういうことで。いや、勝ったらあのウィナーズがありますね。普段のルーズ、そうですね、2回勝ったら終わりです。1回勝っただけではあの終われませんので注意してください。それでは始めていきましょう。 1P がグッチさんはなぜかホークを選択、 2P がピロシ、これはあ、沼さんが喋る、いいよ。お、目の前落ちから100巻バックジャンプ中キック、あれでピエルコもありますからね、本当恐ろしいですよ。おー、失敗した。ジャンプ強盤飛んで、お、焼き鳥アドバイスが入っているが、おー、やったのか、これは100巻ガード終わり。NVC 大会ではバイパーホークを倒してますからね、ピロシ。まあ、こんなにホークは全くかぶせとして機能してないので、これはキャラ間違いの勢いすらあります。さあ、はめらんないっすね、なかなか。でもホーク対ホンダは真ん中でも一応はめに、うーわーすげえ当たり方。あー、まずは負け上がりはグッチ。トモ対焼き鳥、トモ対焼き鳥、じゃんけん終わってますね。次がカワシム対ニーヤーなんですけど、ニーヤーさんはまだ来てないから、トモ、あ、来てる。さっきお布団って書いてたのに早いですね。さあ、トモ対焼き鳥、これはメインキャラ同士いきましたね。さあ、野試合を散々やってたこの2人、多分焼き鳥ホークが勝ち越してたんですが、今のところはトモ流ペースで、負けたら次ですからね。中足ファイヤーでまずは触らせずにトモ流が取っていく。じゃあ川島にじゃんけんしといてください。サギ飛びはちょっと高めでもフォークにはサギ飛びになる。おーっと、 S フォークと X フォークの違いとして、まあ台足とかジャンプ強盤に目が行きがちなんですけども、地上の立ち攻撃がだいぶ判定が違います。特に円柱キックが結構違いますね。円柱キックをブンブン振るだけでいろんなキャラのドッシュ技が止まってしまうというのが。おお、始まる、あっと、うわっ、うわっ、ああ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 。焼き島だった。じゃあリセットをお願いします。緑のボタンです。はい、もう一回入りますね。
現在負け抜けトーナメントの最中での次僕対機械さんですね。後出し取られちゃったよ。後出し決まってるからなこんなの。じゃあ僕の試合やってる時に沼対直樹もじゃんけんしといてください。さあニーヤンホンダ対カワシムガルシムが、まずはニーヤーが圧殺か。キャラ分かってる、キャラ分かってる時はワンピーツビトルのも手ですね。おお、ドリル対頭突きというの、うわーすごいのが入って、さすがのニーヤンホンダ、ダルシム戦には相当自信あり。オーリウソ、マジか、確かに発生は早い。そうなんだ、ニーヤーが勝ったのでカワシムがこうですね。はいはい、それでは僕と機械さんで、僕ワンピーク、さてここで、バルログ、バルログからのこれ竜でいくんじゃない、レガでいく、お、かぶせていく、ガイルじゃ勝てないから勝ち目ないからレガでいくる、マジで、さあめったに見られませんよ機械さんのベガは。ガイルでは到底勝てないと思って、おっぴょってバンバンバン、そう入らない、しかし投げのフォローは効いて投げる、機械さんそれ入んないよ、機械さん入んないです、それ入らない、あ、知ってる知ってる知ってるみたいやってたとか言ってますけどね。そしてしかし、ニガさんがヒョウバルで、あっと割り込んだ、そこら辺は知ってる動き、ダブル2からの、お、反応がいい、さあっと、あれ、2回戦バルログ、何もいいとかなく、曲げ上がり決定。じゃあ、あ、うちら、あ、2回戦。なんか一瞬で負けちゃいましたけど、ニカが負け、さあ今日のルールは負け抜けトーナメントです。負け抜けトーナメントで、そう、ウィナーが下に抜けていくという謎ルールですけども、キャラクターは、いや、2回勝つまでは抜けらんないんで、2回勝ったら終わりです。さあ、直樹対沼で、沼 DJ 対直樹バイソンですね。まあ、直樹くんはまあ、大体バイソン1本で行くことが多いので、結構いろんなキャラ使うんですけどね。沼 DJ が、おお、あれからでもサギ飛び逃げちゃってるのすごいですね。バイソンの起き上がり非常に遅い、うまい、おお、うまい、危ない、今のは死んでた。さあ、ジャクエアスラ前歩きが超強いんですよね。本日は最弱決定戦です。
そうです。トーナメントはさっき貼ったところを見てください。これはルーザーズって書いてあるけど、こっちがウィナーズになりますね。さあ沼がいいペースだったが、掴まれると一気にバイソンペースになりがち。エアスラが速い、クレイジーがたまった。こうなるとまた試合の内容がガラッと変わる。クレイジーガードする、スライディング、エンダーキック IH。 さあしかし、うわー、サギトンで中足、負け上がりは直樹だ。グリグラタイプ、こうじゃんけん。はい、負けちゃったね。え、でも負けた方が長く楽しめる。負けた方が たくさん楽しめるよでもメインキャラで負けるってのもなんかやだただ最弱に最弱になるというのはね、結構リスキーなんで。いやでも今さんの DJ なら全然負けてもいいかなって。負けてもいい負けてもいい同じバイトの対象さあ、グリグラウェイロン対ペコエスケですね、はい。これもメインキャラです。はい、ダブルエリミネーションなんで、はい、普通のトーナメントを先に全部やります。なるほど、なるほど。全部やって、はい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 、逆かぶせ。まあいろんなキャラ使える方が有利ではありますが。有利ではありますね。これやっぱりじゃんけんが一番重要ですね何より重要なのはじゃんけんです。じゃんけんで勝って、で、アトラッシュ、アトラッシュを必ず引いてそっからっすね。お、燃やした。うまくうまくいけばいける。劣化の3発目、劣化うまい。そして劣化真剣勝利出る。アッパー勝利間に合わない、間に合わない、あ、危ない、危ない。グリグラが端っこでいい動きでしたね最強こんな減ってますよ2月の上にやばいでしょ。おーっと、ドンピシャ。火力なら負けてない。おお、ある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 よ、あるよ。アッパー1、あ、強い強い。おー、削った。ペコ負け、マジか。ペコ負けであれ14と、はい、というからの、創造対グッチです。はい、ラウンド1ファイこれグッチさん竜出しづらいな、これな友対カワシム、じゃんけんしてください。友カワシムじゃんけんね。はい、次ニカムーだな。どうしてやろうかな。想像メガ対グチホーク、グチホーク。想像さんが、まあ、ウルフォーを始めて、なるほど。で混ざるとあれだからかもしれないですけど、キャラをしばらく目が一本でいくと。なるほど、入ってるよ。この次の試合、僕とうまいですね。おお、さあ、ほうからの想像メガはもともと強いことがもうバレてます。強いです。でも連携ができない、連続技ができない早いから。もともとね、立ち回り系の人なんだよ。おお、素晴らしい巡りからの、うわー、これはうわっは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 っ、繋げミス、繋げミスを回されて1-1になる。
まあ近寄ってしまえば、はい、フォークはもうキャラさんってないようなもんなんで、うわー見下ろされた。勝ったのはそうそう、ということでグッチが負け上がり、トモ対カマシム。グッチさん2回に1試合に2回ともふざけんなって言ってましたよ今。これだんだんルーザーズって言っちゃいますけど、ルーザーズのブロックも結構できてきましたね。おっとこれはトモ対カワシム、ガチンコです。ガチンコですよこれは。メインキャラで行くしかねえという感じですね。リューダルシムでもやはり慣れてないカブセより、はいはい、マシなんじゃないかということですよね。まあ、普段からやってる方がある程度楽だろう、うん、いや僕はキャラさんは絶対派なんでカブセでいきますよ。なるほど。あ次僕ムーさんとジャンケンする。あっとこれはさあ1本目は、波動拳にインフェルノを当てた。おー川島さん取ってドリルドリルドリル、おおカウンターが入る。テレポいいですね。これはリューフェイスだぞ。おー掴んだ。まだダルシムが全然殺せる体力ですね。おお最後ハロー。カーシムさんどこで突っ込んでいくか分かんないですからね。うん、さあ一番弱いのは一体誰なのか。一番弱いのは本当に、おお1ヒットマシマシだった。シュースだから、うおっ、うん、ぴょってやっちゃったか。ナイスガロー。近くでドリ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 2連発はやばい。相当楽しくなってますよ。投げてトモが負け抜け。マジかよ、トモ負け抜けか。さあグッチと写真いってきます。さあここで出てくるか。中流とか言ってさあ本当にかぶせていきましたよこれ。これは裏をかかれたような感じ。さあそばと転ばしてムーさんの DJ がリード。しかし波動モードはきつい。投げて竜巻ぶっ込まれて逃げるが、しかしパンチで落とされて、さあかぶせに行って負けるのが一番嫌なパターン。めくって空ぐらいからの投げ返し、これはいい選択。トリカゴモードからの危ない。さあ投げてゴッド勝利点だし、さあバイソン並みの芋掘りを見せる竜。S 流はニカさんです。で DJ がムーさん。あと蹴飛ばされた。これはひどい。あとこの距離が一番きついから DJ。 さあコバット波動で押していく。あっとこれはやばいよ。
あっと運が良かった投げてさあかぶせて当然勝って当然といった顔のように勝って、からの、からのさあからのナオキペコナオキ対ペコナオキ対ペコはい、それではいやキャラかぶせ楽しいな完全に決めてましたダルシムだったらバルドグですさあ、直樹ペコがルー、負け抜けにいるというのがちょっと意外は意外ですね次、トモ対グッチじゃんけんしておいてくださいいやまだ2回勝つまではさあしゃがみアッパーで落としてこれもなかなかいい勝負なんですよね、まあ、クレイジーが止まったらさすがにって感じなんですがさあグランド入って歩いてくる下がって波動拳波動でちょっとずつ削るあークレイジー刺さっちゃって1本目は直樹2回エスリーはかぶせ専用なんですね DJ にはエスリーが超強いですおお昇竜め竜巻が波動がやっぱり発生が早いのでおおあそこの大師間に合う直樹がちょっと困り気味おおグランド当たる円台バウあっとあっ超高めから投げるおおグランドアッパーにバックジャンプ強キックうわーピオリーチどうするどうするどうするさあうまいドンピシャ回っていたペコが投げるさあなんと直樹が負け続けているちょっと意外だぞグッチ対トモですムー対直樹じゃんけんワンピーおーワンピーツーピー選んじゃうだって俺かぶせられるキャラいねえんだよちょっとこれまずいよね勝ったかあれメイをあふれるねはいまあそれもある意味勲章でいいか2回勝てば終了ですでミナーズトーナメントありますので1回勝っただけだと終わりませんさあトモリュウがトモさんとヤクルさん、うん、これはグッチさんですねグッチさんかあれおおおおおおグッチさんがなんかずっとフォーク選んでるんですけどでもなんかここでなんかやっと勝てそうな雰囲気が出てきましたけどそうですねでも1ラウンド目パーフェクトでしたからねパーフェクトじゃないかリードしてからルッパ真空が怖いけどおおワンチャンワンちゃんグッチさん2回優勝あるよやばいよ第1回覇者ですからねあ、そうなんだはい
あ、ってことはもう過去に1回やってる。過去に2回やってて、2回やってる。1回目は決勝戦、グッチ対ヒデ、はいはいはい、でヒデが勝って、はいはい、グッチさんが最弱決定したんですね2回目はイサジさんですね。なるほど。さあ、弱キャラ1本の人は超きついですよね、これ。トモ君が、このリードは厳しいけど、あ、棒の削りだけでいいやみたいな感じですよ、もう。さあ、99% やばいけど当たらない。あーっ、きたなんでホイなんだあマジで友が決勝に進出。なんでマジで。いや、今コントロールタイム超嬉しいっすよね。落としたけど。じゃあムー対ナオキ。おお、はい、草くん、今日は負け抜けトーナメントです。で、ダブルイリミネーション、2回勝つまで抜けられませんというルールです。あ、あ、そうか、北海道帰りだ、お疲れ様。いや、グッチさんが勝っちゃいましたね。そしてこっちのブロックはいつもは相当勝率を重ねる直樹が、今日はうわあ、ムーディーズ、いやー、まさかのムーさん勝っちゃう、中足、うわあ、やる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 、投げ返す、必死。これはしかし相当バイソン厳しい状況だぞ。あるのか、あるのか、あるのか飛んでくるあたり、ムーさんっぽい。スライディング、今届かないグラグラ、おー、しかし直樹が負ける。じゃあ、通常トーナメント決勝戦、決勝戦です。友対直樹、まさかのメンバーですね恥ずかしいぞ。はい、ここまで終わったら次下のトーナメントいきますんでね。まだありますよ。今日はダブルイリミネーション形式です。直樹対友がなぜか負け続けている。まあ、運もあるんでしょうけど。下トーナメントも熱いことになってるんで。あ、次僕とピロシ、最初はグー、じゃんけんほい、あ、いい子でしょい。僕は容赦なくかぶせるよ、スビー。あ、本当に偉いな。あ、ごめん、僕らのせい、もうちょっと後だ、もうちょっと後。さあ、もう一回勝たなきゃいけませんね。お、中ゴスから真空中ゴス、モリモリいく。さあ、友対直樹、手に汗を握る。どっちが弱いのか。これいつもより必死になりますからね。内容も面白いです。さあ、おお、落としてクレイジーがあってしゃがんでいる何もしない、
何もしない、削られても別に気にしない。さあ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 、体力がなかなか追いつかない。ヘッドでたまに避けるだけ。カス直樹が最弱にリーチですね。はい、それでは下のトーナメントいきますよ。焼き鳥対ニーヤー、焼き鳥対ニーヤー、じゃんけん。次が沼対グリグラです。じゃんけんを押しといてください。あれ、クレジットピンクで出して。5かってことはこれが最初かな。うん、さあ2回勝つまでは抜けられません。ニアホンダが、しかし相当ラッキーなくじ運ですね。攻めてますね、攻めてますね、攻めてますね。おお、くぐりよいちょ、うまいんだけど。パーフェクト。いつもやる気なさそうなんですけど、こういう時なぜかはっちゃけますよね。まあ、マイニアさんになんか聞いた時に、はい、まあ、残金を除いて X ホークには絶対負けるなと言われたことがあった。なんで、まあ、ちょっといろいろ混ぜながらやってみます。おー、はい、高めから露骨に掴みに行く。若干逃げはあれ追っかけられないですよね。そうですね、台で出せるか、出ないと死ぬ。うまい、マジか、死にすぎだろ。さあさあさあ、攻め合ってると本田有利という。うわー、高尾マン鈴木今うまいっすね。歩いてきた、まあ、歩いて投げようとしたんでしょうか。3ラウンド目ちゃんとやろうと思います。欲望の塊ですね、はい、本当に。焼き鳥対ニーヤー、おー、一丁先ほどからくぐりおいちょが非常にうまいが、歩いたところを回されて、またしてもおいちょ、またすね、客観ガード、おお、相打ち、あれが相打ちになるんですね。これはホンダペースですが、頭突きが歩いてきてから入っちゃいましたね。最後だけちゃんとやってたみたいな、はい、ね、というわけで焼き鳥が負け抜け。はい、沼対グリグラです。次がピロシ対ニカですね。ワンピーだっけ、いや、ツーピーです。ツーピーか、ツーピーです。じゃあその後、機械対創造もじゃんけんしといてください。創造さん、創造さんは、ジョジョをやってます。はい、さあ、沼さんはもちろんもちろん DJ、 もうなんか当たり前のように選びましたね。まあ、キャラ1本でいってる人はきついルールだと思います。そうですね、はい、自分なんかその塊みたいな感じなんでやばいっすね。さあ何かぶしてやろうかな、楽しみだな。お父さん何で来るんだろうな。とりあえずこの試合だと思いますけど。おお、歩き投げ。まあ、うちのルールなんでね。これちょっとグリグラさん牙見せてほしいですね。あ、そうですね。DJ 対フェイロンは最近の研究によって、ええ、なんかフェイロンが5分近くいけるみたいな。そんななんですか。あ、多分妄想なんですけど。もう指、
ユリッチは捨てゲーするって言ってましたね。あ、そうですね、はい、メイロン DJ はこれバルログと DJ と相撲だけは無理だよって、ね、お面がやべえ、はい、さあ沼冷たい。ニーヤーに続いて沼が勝ち抜け。次自分試合なんで行ってきます。これはネットに入れて。ここまで負け込むと本当にダメだなまあそれはいいとして、やっちゃうの。お、こっちの方がこっちの方がひどいと思うなお、まだ、いやこれも厳しいだろうさあまだ勝ち目がありそうな組み合わせですが、さあ美容師さんが積極的に前に出ますが、ミカさんが冷たく追い払います。お、さあ投げて、今度はこれは相当厳しい。さあっと出た。もう透かし投げ見るとみんなすぐそれって言いますよね。さあ来たぞ、終わったか。投げ返す。お、あでも、なんで4の。あっとこれは痛い。しかも連続技繋がってない。さあ100で、お、小判で落としてからの、おーいちょー、自分で煽ってどうすんだよ。あっと惜しい。着陸がきつい。テンション読んだ。終わったかこれ。ひよった、バン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 。あー、さあひどい展開。しかし勝った、あ、まあ勝てばよしかさあかぶせ勝って、コロンビアはひどいでしょ、いかなんでも。ということで、機械さんと創造さんじゃんけん。グリグラ対カワシム、さあここで、ベガがベガが想像、機械さんが竜の、得意側、得意なツピ側投げて、あ、もうかぶせらんないのか、残念だな。お、投げて、まあ機械竜今ワンピー側ですからね、ワンピー側だけど、あと、あ、でもツピー側いっちゃった。投げて、うわっ、ナイスガード。あー、しかし出していく、まあ出すよね。ツピー側はね、正直は待った方がいいですよ、ね、得意な方だから出すっていう、はい、さあ、小僧さんが画面端を押し込むけど、お、投げて出して、
なんか釣りが行くとアローテンが速くなるような気がしやすい。それはあるかもしれない、うん、しかしリードはしてるベガなので、うん、おお怖えー、どうなるどうなる。でもこれ一応ベガちょっと待てるような気がしますけど、そうですね、そ大学投げはかこれは不意打ちだ。機械が抜け、マジか、はい、グリグラ対カワシムです。次焼き鳥対ペコ、じゃんけんしといてください。焼き鳥さんとペコさん、それではグリグラ対カワシムですね。もうカワシムさんといえば相当ペイロン戦に自信があるから。そうですね、ほらこれこれもう見てから打ってる時までありますよね。近距離は読みだと思うんですけど、でもなんか、うん、決め打ちっぽくも見えますよね。でもあのスライディングに呼び読まれて飛びが合わさっちゃうと、ジャンプ中キックが潰せることがあるんですけども、前試合なんですよね。レッグ客に完璧な間合いだったら裏に使っちゃう、今みたいになりやすいですね。おおテレポなえる瞬間、テレシム、おーあー、マジ、うわ惜しいな、これあれ燃えないですね。燃えないんですよ、初めて見ました。はい、それではからのカワシムが勝ち抜けで13ですね。13、はい、焼き鳥対ペコ、はい、さあこれは、これ面白いですね。面白そう、どうなるのか、はい、ちょっと読めない感じですね。次創造対グリグラじゃんけんも、はい、さあ着々と抜けてる人が出てきてますからね。誰が最弱になるのか楽しみですね。いやあれ通常トーナメントはトモくんが上がったんだ、勝った、勝った。お、しかし1試合目はペコさんだな。おさあ焼き鳥もかなり運が悪いですよ今日は。おお昇竜拳、おー抜けんの、抜けんのこれマジでも死にかけだったか今のは、ひどいな。じゃあ5番今のクロスはひどいな、今のはちょっとひどいですね。はい、それでは、はい、グリグラ対創造です。さあ焼き鳥対ピロシじゃんけんしてください。お、ベガ、お、ずっとベガですね。これフェイロンベガってどうなんですか。ベガ有利です。ベガ有利らしいです。らしい、僕は詳しくは分かんないです。え、ダブリに劣化点かけてですか。あーと、まあ、ちょっと運が悪い噛み合い方ですね。劣化点って実はそんなに持続は長くないんで、なるほど、それの光に入っちゃうと今度は逆も死ぬよみたいな感じですね。おお、レッグ中はつなげてる。今でも創造さん反応してしゃがんでなんか対空しようと。そうですね、ここからおベガしゃがんでも多分つかんないですよあれ、横がすごい広いんで。さあ目首が怖いけど前傾つないで距離を離す。おダブルにヒット、めくりから引っ張り投げが失敗。
ユニグラフェイロもこれはよくやってますね、はい、やってる感じの動きですね、はい、研究してるような感じです、はい、歩き投げレッグ飛んで投げられる。いや今のはスパコン読みかな、スパコン読みの前ジャンプだったんで、はい、ちょっと読み負けですね、はい、支援で割っていく。さあ詐欺飛びからが面倒くさいですよ。おー、でも今んとこペイロンがリードしてますよ。ペイロンペースですね。寝かして端っこのアッパーレッグが昔は積んでるって言われてたんですけど、おー実は積んでなかったんで、それもあって、おー、おー、想像が負ける。これは驚き。ピロス対焼き鳥ですよ。はい、はい、何番だ、想像で1番、1番、はい、次、創造タイムです。さあ、そしてごめんなさい、焼き鳥対ピロシ。今日は焼き鳥さんの運の悪さがよく出てますね。こんなに2回目、おまけにこの色、おっと、張り手割って、リードした方が勝つとは言われてますけど、そうとも言えないんじゃないかな。本田がでもなんか一発がでかいから、そうなんですよね。さっきは、はい、歩いてきたところにカウンターで飛びに行ったらさらにくぐられておいちょうってのが多かったので、はいはい、ちょっと慎重気味にやって、うわー、うわー、今のは本田あるある、あるある、あんな張り手見えるわけないじゃないですか。走り超速いですからね。さあ落として、若干逃げ、これうまい。頭突きはお互いに動ける形になる。バックジャンプ中キック、超安全行動。これでトマホークとかも、あ、全く機能しないですね。射的が切れたところでジャンプ中キックに負けます。おあ、この角刃も辛いっすね。そうですね、めんどくさがってる。焼き鳥が珍しく、おお、タッチキック、ニアホンダの研究成果をそのまま取り入れて、さあ焼き鳥が負け続けている。マジか。いやでもこれ当たり方が悪い。当たり方が悪い。はい、それでは何番だ、焼き鳥5番ですね。5番、はいよ、ありがとう。からの、はい、創造対ムーです。はい、次が焼き鳥対グッチ。これお互いニヤニヤしてますよ。うにゃー、想像デカに対して今日ムーさんずっと DJ ですね、はい、さあ最弱は一体誰になるのか。今残ってるメンバーは、ピロシー、はい、あ、ピロシーも終わったのか。終わった。焼き鳥、はい、グッチ、はい、想像ムー、はい、トモ、はい、あれ、トモくんって、いや、勝ってくよ。そっか、勝ってくよ。ナオキが最弱に一番近いですね。やばいやばい。やばいやばい。ドキドキもんですね、これ。いやもう、この際誰でもいいやっていう感じになっちゃった。しかもこれ相手がライフ2つ持ってますからね。そうなんですね、気をつけてくださいね、はい、ってことは2回勝たないとダメ。そうですよ。いやーでもうまくやってますよ、これは。うわアニメが超強い。めちゃめちゃ弱かった今。固まってたんだけど今。それでは8番、8番、8番、はい、焼き鳥対グッチです。キャラは何でもいいです。おフォーク同キャラではなく、あれなんか立場逆じゃねえ、焼き鳥が竜を選んだ。あれこれ立場逆じゃねえ、立場逆ですね。あ、でもこれはこれで面白そう。フォーク使いはフォーク戦よく知ってるんで、はい、実際あのバイパーフォーク対焼き鳥竜っていうのよく見ますからね。おお、
でもこうやってお互いのメインキャラを入れ替えて戦うっていうのはなかなかないんじゃないかな、はい、そうですね。ほらこっち有利だろみたいな言い合いになるんですよ、ね、あおーおマジ残念、残念でした。グッチさん残念だな。これがやり込み不足。やり込み不足が出たと。やり込み不足が出てしまったか。まあステージも早いですからね。ごちゃりやすいですよ。ごちゃりやすいですよこれ。さあ投げて。おうまい。おおおお。あー近かった。近い。エンコパンドセンパンじゃないといけない。おおしかしやばいよ。さっきトモくんに勝ってますからね。はい。シフォークが今日は本当にフォーク一本ですね、うん。でも結構前線してますよ。うん。おー届くんだあれ。勝利届いちゃいましたねあれは。そう今下がってませんでした今。下がってましたね。下がってた。下がって出てる。いやー。ハードを燃やされて、まあやばいよこれ。真空重なって焼き鳥が勝ち抜け。それでは、下の決勝戦が、はい、グッチ対あ準決勝ですね。グッチ対ムーやってください。さあここまでずーっと。DJ とフォークしか使っていないこの2人。さあどうなるのか。緑5番、5番最後の最後でフォーク DJ、 最後の最後でフォーク DJ になっちゃう。なるよねこれ。いやこれどっちもきついだろこれ。必死。ムーさんメインキャラを完全に忘れている、はい、僕も人のこと言えないんですけど一回もバイソン使ってないんでね。うわー暴れて入ってからのあー安全行動。トモくん、トモくん次これに負けた方としてです。あ、そうかそうかそうか。さあ、さあ、さあ、でもマシンガンはうまい。マシンガンはうまい。マシンガンは全一です。しかしエアザタイプ読まされて。グッチフォーク頑張ってるんですけどね。これはさすがに2勝しなきゃいけないというのがね。そう。3回連続前飛び。どかすですね、本当に。あー、いったったまだまだまだあんのないと思うんだけど。ないよ、これ何回、何回読み方がやけねえんだよ。マシンガンと飛びだけで食っているムー。それでは、トモ対グッチです。お下の、下の決勝ありがとう。下の決勝戦、からのさあ最弱にエントリーされたこの3人とも、グッチとも、グッチ、ナオキ。いやまあ2回連続では負けたくないでしょう。もう焼き鳥さんやっぱフォークの味方ですね。まあ大体みんな使ってるキャラの味方ですね。そうですね。バイソンだったらバイソンみたいな感じになって、うん、どうしようもねえ軍団だなみたいな感じで。このとっさのファイヤーハードはもうどんなキャラにも有効なアイテムになりますね。
リスクリターン考えて絶対リターンの方がでかいんで。そうなんですよね。おまけに台足よりも前が広いっていう。ガードゼロドット、あとはコンドルマスか。今7回ぐらい打ってませんでした。コンドルが出なかった。波動を重ねて真空化されてまた波動を蹴って7回ですね。もうジャンプしにくいキャラだと、はい、最後弱波動強波動のレンガーなんで。あ、なるほど。破壊になっちゃいますね。さあなんとかはめたいけど、ファイヤー波動と足払いの使い分けで地上戦が、さすがにきつそう。2回目はないのか。ダイヤシぶっ刺さって友が勝って抜ける。それでは決勝戦、グッチ対ナオキで、グッチさんは1回勝てば終わり、ナオキ君は2回勝たないと終わりません。はい、ライフ2つですね。はい、それでは行きましょう。さあ本日の最弱どちらになるのか。まあ1回空いてますけど、グッチさんディフェンディングチャンピオンですからね。ルーザーズのチャンピオンは本当に不名誉です。お、しかしフォーク1本。さあ直樹がここまで負けるとはっていう感じだったんで。おお、うまい。マジか。うわ、コンドルが、コンドルにはなかなかいけないですね。このフォークを当てたいところ。グランド刺さっちゃう。園内板しっかり果敢に差し込んで、クレイジー抜けたが、あ、でも当てただけマシかな。裏からトマホークが入るかもしれない。さあ直樹がこっから2勝しないといけません。グッチホークは1回勝てば終わり。ヘッドで暴れていく。グランド刺さる。きつっ。おお、クレイジーなんとか避ける。おお、死んだか。ああ、台風あ水っちゃった。さあ最終戦、チャンピオン返り咲きなるか。どうすんの。いや、最終戦ですよ。お、フォーク。マジで貫禄ありますね。お、あー読み合い。お、しかしめくってる。おお、さあこれでリーチ、これでリーチ。直樹ちょっと考え込む。グッチホーク1本でまさかの勝利なるのか。まあ、2大会ファイナリストですからね。おお、始まる。台風リーチヒット。さあこれは、これはクレイジーぶっ放して、わあ、殺しきれない。熱い。直樹どうする。これは困るぞ。時間が過ぎていく。フォーガード、この体力投げに行くしかないか。削れない。勝ったのはグッチー。最弱は直樹。
直樹弱かった。それではインタビューをインタビューいきますよ今日は。じゃあ優勝おめでとうございます直樹さん。おい、ちょっと今後一つ触らないようにしますよというわけで不名誉の称号今日は直樹バイソンとなりました。おめでとうございます